どうもこんにちは、パンドラです。今回やるクエストはこちらです。失われた歌声第1章、セイレーンの殺害です。セイレーン、これね、凄まじい見た目なんですよね。今回の同行者はルンペルです。初めてですね。君にはどんな歌が聞こえる？キザー、イケメンですね。行きましょう。よし、これ一応グリムのクエストですね。来ました。この見た目やばくないですか？性を完全に超越します。サイクロプスの女版みたいな。骨格は完全にサイクロプスと一緒。でもこの見た目のヤバさ、体全体に唇がついてる。食べるんじゃねえよ。女ですよねこれね。あのシュールな飛び込み攻撃はやっぱこいつも持ってるんだね。なんかこの唇見ると、口というかこの口のオブジェを見ると、小学校の子のあの歯科検診というか歯磨き指導のありましたね、授業かなんか、あれを思い出しますね。あ、やば、これ苦手なんだよな。危ない危ない。モンハンにもいますよね、こういう攻撃してくれて。ディアボロスだっけ。嫌だわー、突き上げてくれよ。あ、そうだ、今回は鎧を持ってきたんだ。デュラハンの鎧。そして、さて、意味なかった。逃げて。このデュラハンの鎧かっこいいっすよね。首ないですけど。あ、これ嫌なやつです。とりあえずあの杖を破壊したいな。あとしびれ地獄を。こいつ雷に弱いから、しびれ地獄をなんとか達成したいな。あ、10万使ってくれてるルンペル、さすがグリム。まだ力が。グリムは近接と近接供物と、10万が得意なんですね。やべ、呪いの札って初めて使うんだけど、どういうこと？投げる法的魔法じゃないの？あ、また来るぞこれ。あ、ふわふわ浮いて勝手に攻撃してくれるのか。綿毛と一緒ですねこれね。あれ？真似してる？あ、そうだ、この鎧と盾を組み合わせると。あ、デュラハンのじゃダメなのか。普通の鎧と属性が違うからか。あ、そうだ、雷属性じゃない。属性の合ってる鎧と盾を組み合わせると、衝撃波、強力な衝撃波が受けます。今度やりますね。今回やるつもりだったんですけど、まさかの属性を間違ってる。あ、これやばいぞ、この攻撃やばい。あの口からね、ビームみたいなの打ってくるんですよ。このダメージが本当にやばいです。このサイクロプス系の魔物は本当、自分は呪具破壊が苦手。敵の声、まだ力がある。この盾かっこいいな。あ、これチャンスだ。早いよ、起き上がる。あ、これ呪具破壊きついかも。倒せればいいよ。これ女？もう筋肉つけすぎておっぱいもなくなってますけどね。この性を超越してる感じはね、あのディアボロ3のバーバリアの女性ですね。あれとそっくり。妖芸風です。あー、マッチョにも程がありますねこれね。
やばいぞ。危ない危ない危ない。ビーム来るか。あのコンか。ルンペで遠くから見てー。似てますね、自分と遠くから攻撃する。全然プレイはイケメンじゃない。しびれろ。うわあ、ケツが。ああ、倒した。自分破壊できなかったけど、まあいいや。さあ、中の人はどんな感じなんでしょうね。びっくりした。これ、女の子だよね。胸ボローンって出てんのかな。でも中の人は意外といけるな。運命。ボイッシュでしたね、中の人。ああ、敵になってた。はい、というわけで今回のクエストじゃない、今回の実況はこの辺で終了です。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。失礼します。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いします。スマホでご覧の方は動画の下にあるチャンネル登録ボタンからお願いします。